はいどうも、今回は東京都町田市までやってきました。以前にもかかったことがあるラーメンショップさん再訪です。こちら、味噌つけ麺。あ、そうなんですね。このオリジナルで。はい、ということでやってきました味噌つけ麺の、まずはつけだれ、かなりなみなみと、さらに、ネギは追加のトッピングなんですが、この盛り付け、山盛りのネギに巻きついたチャーシュー、見栄えも素晴らしいです。せっかくの味噌つけ麺なんですけど、思わずこのネギからいってしまいました。やっぱりうまい。はい、ということでいよいよつけだれにつけていきましょう。これ非常にうまいです。味噌と思って想像していた味とだいぶ違うんですけども、魚介の風味かなりはっきり感じます。後味にほのかに甘みも残るこのつけだれの魚介風味は全てサバ節から出しているということで、このサバの旨味が生きたつけだれ、非常にうまかったです。そしてこのつけだれ、麺との相性の良さだけではなく、つけだれに浮かんだ玉ねぎやごま、そしてわかめとの相性もめちゃくちゃ良かったです。そして自分の中で魚介風味のあるつけ麺というのは、なんとなく魚粉が入っていてドロッとしたつけだれの印象はあったんですけども、こちらのつけだれは非常にサラサラとしています。なので普段つけ麺でお腹いっぱいになってしまうという方でも、
こちらの店一度ライスも一緒に頼まれてみてはどうでしょうか。めちゃくちゃうまいです。はい、ということでいただいてきました味噌つけ麺、こちらのお店のオリジナルの商品なんだそうです。そしてこれ味噌というふうに、名前ついてるんですが、かなり魚介の風味強いですね。で、味噌のまろやかな風味感じというよりは、昔味の濃いめでしっかりした輪郭のはっきりした味でも、これしょっぱすぎるかと思いきやそうじゃなくて、飲むと後味にね、本当にほのかに甘みが残るんですよ。で、これがまた後を引くというか、今日トッピングのネギと麺だけじゃなくてライスもかなりバクバクいきました、でまたこの漬けダレに浮かんでいる大きめに刻んである玉ねぎも相性良くて、これは相当うまいです。で本当にこうオリジナルということで、こちらのね、ラーメンショップさんの中でもお店でしかいただけないと思うので、ぜひこれはね、立ち寄られた際には食べてみてください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。